タンプ用の消しゴムを使って年賀版画を作ってみました。はがきの2分の1サイズです。まず大きさを紙に写し取ります。メインになる絵を描きましょう。イラストや写真などを参考に、できるだけ大きく薄く位置を決めながら描いていきます。だいたい形が決まったら今度は濃く描いていきます。犬の絵が出来上がりました。形を修正したいところは消しゴムで消して直していきます。空いているところもスタンプに使えます。犬の絵の周りは切り離しますので、少し間を空けてイラストなどを描いてください。今度はトレーシングペーパーに写し取ります。セロテープの端を少し折り曲げて剥がせるようにしておきましょう。トレーシングペーパーを下絵の上に重ねて、その端っこだけセロテープで留めます。これを 6B など濃い鉛筆でなぞっていきます。なぞれたら外してみて、なぞり忘れがないか必ず確かめてください。もしあったら付け足してくださいね。次はこの下絵をゴム版に移します。裏返したら先ほどと同じようにセロテープで軽く留めます。先ほど描いた線の上をなぞると、ゴム版に形が移っていきます。このトレーシングペーパーはまた後で使います。6B など濃い鉛筆でなぞっておいてください。ここでは彫刻刀を使って彫っていきます。線彫りには三角刀を使ってください。丸いところは刃の方をくるくると回してください。通常のゴム刃よりもずっと彫りやすいので、子供たちには適した素材です。彫り上がったら平刀や切り出し刀を使って刃を切り離していきます。まっすぐにぐっと突き刺すようにしてください。ガタガタになっているところはきれいに直しておきましょう。足と足の間など細かいところは切り離さず、丸刀や小さな丸刀を使って彫っていきます。
周りのガタガタになっているところもきれいに直しておきましょう。丸く切り抜くところは丸刀を使ってこんな風に少しずつずらしながら切り抜くといいです。ガタガタになりますので、これもきれいに直しておきましょう。これで犬の版が出来上がりました。小さいパーツも切り分けておきます。裏側も使えますので、裏側にも絵を描いて彫っておきましょう。犬の版は先ほど使ったトレーシングペーパーを裏返して彫ると反対向きの犬の版ができます。他のパーツも両面使えるものは彫っておきましょう。食品トレーとキッチンペーパーを使ってスタンプ台を作ってみましょう。食品トレーの中にキッチンペーパーを畳んで入れます。ここに使いたい色の絵の具を出します。水をつけた筆でなじませます。これでスタンプ台の出来上がりです。犬の版のように大きなものはスタンプ台に入りませんので、タンポなどで色付けをしてください。小さなパーツはスタンプ台でどんどん押していきます。小さなパーツを並べて数字などの文字を作ってもいいです。名前のハンコをどこかに押しておきましょう。梅のおしべは絵の具を筆先につけてちょっと黄色をのせるといいですね。これで完成です。配置を変えるとこんな版もできます。この市松模様は名前のハンコの裏を使って押したものです。ここの部分は紙を乗せて、その上からハンコを押しています。取るとこうなります。いろいろな押し方を工夫してみてください。スタンプ台の片付けは、キッチンペーパーを取り、それぞれの地区でのゴミ処理に従ってください。絵の具がついたゴム版は水洗いします。軽く水洗いしたら、
チンペーパーなどで水気を取ってください。片付けるときは初めに入っていた袋に名前を書いて入れましょう。この袋は出し入れするときにどうしても破れやすいので、こんな風なチャック付きの保存袋が用意できる場合はこちらを使ってください。